にちは。今回は偶然出会ったある朝のエピソードです。エピソードは2つ。遅刻しそうになる造血者とミュージックホーンを鳴らして出ていくブルーオーシャンです。おまけ映像で電流線を出た後のブルーオーシャンと E501K と続きます。現在の映像はいつもの土浦電流線です。土浦駅発車時刻の約10分前に造血車が土浦駅に向けて動き出します。造血車が出て行った数分後に勝田方面からの列車が通過していきます。 1120M 勝田発品川駅、今日最初の上り列車です。このタイミングを覚えておいてください。その朝はいつまで経っても造血車が動き出しません。何らかの事情で遅れているのか、土浦で造血がないのかと思うほどです。とうとう造血車が動き出す前に上り本線に 1120M が姿を現しました。に駆け寄る人が何か荷物を手渡しました。この荷物を待っていて出発できなかったようです。621M 土浦発高萩行き、いつもの光景です。下り線最初の列車となります。実はこの列車の出発を待っている間に点検中の E657K からミュージックホーンが聞こえてきていました。点検中にミュージックホーンが鳴ったので、出発時にミュージックホーンを鳴らしてもらえる確率は高そうです。この後、E657K の見えるところに移動したいと思います。先ほど留置線を出て行った列車が、土浦を出て高萩に向かいます。あとはこの E657K ブルーオーシャンの出発を待つばかりです。ミュージックホーンを期待しながら待ちたいと思います。
思惑通りでした。運転手さん、ありがとうございます。気をつけて行ってらっしゃい。後のブルーオーシャン別撮り映像です。一番手前が上り本線、ブルーオーシャンが走る線路と、その奥が留置線に続く線路です。さらに奥の4本目が下り本線になります。上り本線に入り、土浦駅に向かいます。あ、E501系が気になりますよね。この後に続きます。E501系の点検をする新人運転士さんと指導運転士さんですね。E501系は1日1往復土浦まで乗り入れます。前日にいわきより到着し、この留置線で夜間滞泊をします。最後に上野からいわきまでの幕回しをどうぞ。